皆さん、こんにちは。ソプラノの上沼純子です。YouTube オンラインコンサート、ボリューム2、春のミニライブでございます。皆さん、お忙しい中、ご覧くださいまして、本当にありがとうございます。前回、バレンタインオンラインミニライブさせていただいたんですけれども、そちらたくさんの方に見ていただいているようで、現在再生回数が2000回を超えております。とてもびっくりしておりますと同時に、これからも頑張っていこうというふうに思っております。さて、YouTube ということで、 YouTube って関連動画が出てきますよね。私も興味があって関連動画よく見るんですけれども、その中で、以前、ハンドフルートのデュオ、チャイルドフットの、方、二人とコンサートをした時に、コンサートをした時の映像が出てまいりました。そこで、川の流れのようにを歌っていました。この曲は、フォレスタのコンサートでも、エンディングでよく歌わせていただいておりまして、大変思い出のある曲なんですけれども、何度歌っても何度聴いても感動せずにはいられない名曲です。今日はこの曲を一節ここで歌わせていただきたいと思います。それではお聴きください。こんな感じでやっていきたいと思います。さて、季節はもう春でございます。梅の花が咲き、桃の花が咲き、花粉が飛び、私は2年前に自分が花粉症であると分かってしまいました。ちょっとへこんでおります。そういえば最近いちご狩りに行ってまいりました。30分の制限時間があって、それで慌てて、元を取ろうと思って、慌てて食べていたら、途中でお腹いっぱいになってしまったので、そんなに急ぐ必要はなかったみたいです。そんな学びがありました。さて、春といえばですね、皆さんよく親しまれているかと思います。小花の中から、春の小川、それからおぼろ月夜を、こちらメドレーで、お聞きください。霞深し春風
ここでピアニストのご紹介をさせていただきたいと思います。伏見直と申します。短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。直さんはですね、武蔵野音楽大学大学院を修了されて、現在は子育てをしながら合唱団の伴奏やお子様からご年配の方まで幅広い方にピアノのご指導をされているそうです。好きな食べ物はカステラだそうです。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。さて続いての曲に参りたいと思います。バッハ・グノー作曲のアベマリアです。この曲は世界三大アベマリアの一つと言われております。バッハのピアノ曲を伴奏としてフランスの作曲家グノーが後にそこに旋律と歌詞をつけました。聖母マリアへの祈りが歌われております。ラテン語でお聴きください。メッセージもいただき、コメントもいただきありがとうございます。こうやってですね、皆様のコメントを拝見しながらコンサートができるっていうのはなかなかないことだと思いますので、こういった形も本当に楽しいなと思っております。
さて、ミニライブということで、大変コンパクトなコンサートなんですけれども、次が最後の曲となってしまいました。先日、東北の方でまた大きな地震が起こってしまいました。この地震で被害に遭われた方、今も大変な思いをされている方には、心よりお見舞いを申し上げます。そして、一日も早い復興をお祈りしております。11年前の東日本大震災をきっかけに生まれたチャリティーソング、花は咲くを、最後に皆様にお届けしたいと思います。この3月が来るたびに、そしてこの歌を聴くたびに、何でもない日常がどれだけ幸せか、そして周りの人、身近な人を大切にしよう、一日一日を大切にしようというふうに思わせてくれる曲です。それでは、花は咲く、お聴きください。Oh,
YouTube ライブいかがでしたでしょうか。また次回もやっていきたいと思いますので、その時はまたご覧になってください。さて皆さん、歌いたくなったっていう方も中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。せっかく春が、せっかくの春ですので、皆さんと一緒に先ほど歌わせていただきましたおぼろ月夜を一緒に歌いたいと思います。その前に皆さん、ぜひいい声を出すために腹式呼吸を使って発声練習してみませんか。よしでしょうか。それではですね、姿勢を正していただきたいと思います。座ってていただいても立っていただいてもどちらでも大丈夫です。頭、肩、お尻一直線ですねにお立ちいただいて、で、腹式呼吸をするときは、お腹をへこましながら息を吐く。息を吸うときは、お腹を膨らませる。この繰り返しでございます。一緒にやってみましょう。それでは、息を吐きます。どうぞ。で、お腹がぺったんこになったら、お腹にかかっている力を抜くようにして、息を吸います。どうですか、お腹膨らみましたか。それではもう一回やってみます。どうぞ。お腹にの力を抜きます。はい、では次、実際に声を乗せてみましょう。はぁーできますよ。どうぞ。はぁー、お腹にかかっている力を抜いて息を入れます。次はもっと元気よくいきますよ。どうぞ。あ、これ声を出すんでしたよね。なんかちょっとうっかりしてしまった。一緒に声を出していきますね。せーの、はー。それでは皆さんでおぼろ月を言ってみたいと思います。キーがですね、このくらいのキーでいきたいと思います。それではいきましょう。3、はい。菜の花畑に入り日薄れ、見渡す山の昔、春風そよ吹く空を見れば、ゆずきかかりて匂い合わし。素敵な歌声をありがとうございます。それでは春のミニライブ、これにて締めくくらせていただきたいと思います。今日はお忙しい中ご覧いただきまして本当にありがとうございました。それではまたお会いできる日を楽しみにしております。配信終了いたします。お元気でお過ごしください。